電気回路37です。36で 2V をやったんで、その次の段は 3V です。で、この情報と、この情報をマスカラに取り込むと、まあ、コピーペーストすると、何が起こるかというと、ノードの数が92個あって、六角形が80で、五角形が12個と。いうんで、6V までありますけど、とにかく、形を変えようというのはこの五角形で、五角形は12個というのは、どれでも一緒であります。ということで、例によって、今の A から、XY 座標と Z 座標を、求めて、立体的な配置をかけるようにして、どの点とどの点が結ばれとるかという、メイプル特有のラプラシアンマトリクスを作るためのテーブルを作っておいて、あとは、こいつを読み込んで、ノードの数と、どことどこが繋がっとるかを、一旦 Excel に書いて、else loop で解くだけというパターンです。そうすると、まあ、こんな感じになって、7.2オームとが終わります。ちなみに、これなんかというと、30のイコールなんで、グローバル定義でありますと。従って、この上の方で、この各ループの支点の座標を、まあ、角度を変化できるように、オフセットをつけてるわけですけども、そのオフセットの値を、この絵を見ながら変えていって、正しくつながっとるかという情報を確認していきます。これできれいにつながっとると。で、こっちの方もやってみます。イラックで。V3 で。で、V3 はこの Excel を読み込んで、これを書いて、この形を書いて、で、最初と最後は赤にしてあるんで、こうやって見てみると、まあ、綺麗につながっとるかどうかというのが、よくわかるので、さっきの、自分で作ったこのテーブルが正しいかどうかが、こっちを見ながら確認して、まあ、うまくいけば、この電位の分布も綺麗になるし、といった感じで、うまくできました、と。この値が0.723オームと。はい、以上です。